教えてくれ。どう答えたらお前は俺を許す。どう答えたら戦う気をなくす。そいつをあらかじめ教えといてくれよ。それだけは言わないようにするからさ。切らねばならないのは貴様だ。貴様を苦しめるためだけにこの女を殺した。そうか。俺が失ったものをお前は失わずに済む。心弱き俺を呪え、茜の姉。どうだ、どうだ、茜。怒りがあるか、憎しみがあるか。貴様にその味を知らしめることが俺の欲望だった。ずっと迷っていた。だが決めた。貴様と同じものに出そうとも、俺は復讐を貫くと。さあ、憎め、剣を抜け。貴様は4年前の試合に納得しなかったのだろう。決着をつけたいのだろう。俺と貴様はもう同等だ。何の差異もありはしない。それでも俺は貴様を殺して、thank you.
更聞くことかよ。俺はお前に嫉妬した。試合に勝ったお前が手に入れるはずだったものを全てぶち壊してやりたくて、俺は彼女を殺したんだ。